はい、どうもモアイケンです。バトルフィールド5のベータ版が、無事配信開始ということでおめでとうございます。まあ今のところいろいろ不具合等はあるんですが、ベータ版の方ですね、武器もですね、ある程度ね、出てきましたので、武器の紹介だったり特徴だったりね、あと生い立ちだったりね、そういうものを皆さんにご紹介したいと思います。まあ全武器ではないんですけども、ベータ版でね出ている武器を、皆さんにね、紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、ではですね、アサルト、メディック、サポート、リーコン、あとハンドガン、アサルト、メディック、サポート、リーコンは、兵種だと思ってください。まあ看護兵だったり偵察兵だったりという呼び名があるんですが、そこら辺はちょっと割愛させていただきます。それではね、とりあえずアサルトの方から見ていただきましょう。はい、で今回ね、このようにアタッチメントが、まあ、このサイトだったり、いろいろあるんですけども、こちらはですね、今日は紹介なしにします。まだちょっとね、私自身紹介できるほどまだ知識が乏しいです。ちょっとね、特殊なのもあるのかな、このマズル系とかも。ちょっとね、私が日頃知ってるような知識で皆さんに教えれるものがなかったので、今回は純粋に、武器のね、紹介とか特徴だったり、あと年代だったりの生い立ちを皆さんに紹介したいと思います。はい、ではアサルトライフルで STG44、 こちらから紹介したいと思います。もちろんですね、これは第二次世界大戦中の武器、ドイツ、ナチスドイツ軍、軍の、武器でした。ですね、アニメなんかでも、アニメというかゲームか、 STG44 ガールズフロントラインとかでも出ている武器になりますね。現役の武器ですね。2012年から始まってるシリア内戦で現役で今未だに使われているものですね。当時ね、この武器はね、非常に重くて、歩兵がね、持つのが非常に大変だったという、情報がありますね。まあ、ちょっと正確かどうかわからないけど、実際 STG44 で書いてますが、シュトルムゲベア、はい、こういう風な名前が本来はついております。でご覧通り、セミオート、単発、あとフルオート、連発のね、どちらも使えると。でこれ多分30発しか入らない弾倉だったんだけど、ゲームでは31発になってんのかな、31発ということになってます。でこれ結構ね、弾詰まりとかも多くて、当時は1、2発ね、抜いて、そのままマガジンに入れるっていうことが結構主流だったと思います。結構量産された、軽量自動小銃だと思います。では次、はい、では次が、ゲベア43って書いているんだけど、ワルサー GW43 半自動小銃のはずかな。まあ同じ呼び名かもしれないけど、まあそういう風な名前になってます。STG 同様でドイツ、7.92mm、装填数は10発。まあこれは忠実に再現されてるのかな。で、連射ができないんで単発銃ですが、BF1 で、SR の方でね、狙撃銃の方出てたと思うんですけど、第一次世界大戦にも作られている銃なんですよ。ただ、この第一次世界大戦の時には、この、ボルトアクション式、撃って、弾抜いて、撃って、弾抜いてって作業だったんだけど、それをこれ見てわかる通りに、下からね、マガジン式の、マガジンをこう入れれるようになったんですよ。下から入れれるね、マガジンになったんです。それで、半自動で、まあ、撃ってるようになったと。それが10発という武器になります。なんで、今回の、背景は第二次世界大戦なので、そうなってくると、ボルトアクションじゃなくて、こういう風に撃てるという銃になりますね。で、まあ、アニメなんかでこのような感じの銃結構見たことがあると思うんだけど、基本的ね、後から出てくる銃も KR なんかもそうなんだけど、基本的に木で作ってるんですよ、材質が。なので同じような銃に見えるんですけど、まあ、基本的にあんまり日本のアニメとかだとそんなないかなとは思います。そうだな、そんなところかな。第一次世界大戦だとボルトアクション式ライフルが結構主流だったんだけど、第二次世界大戦になるとちょっとガラッと変わってきます。はい、では次。はい、では M1A1 カービンという武器になりますね。さっきまでね、ドイツが製造だったんだけど、次はアメリカの、製造した武器になります。
で、このね、今普通に使われている方式になるんだけど、ショートストロークピストン式って言って、ドイツとも圧倒的にね、この武器の弾を回転させる方式が圧倒的にこう、アメリカの方が勝ってたんですよ。で、今その、使われているその方式も、この当時のアメリカが作った方式を未だに採用してますんで、その時点でもうアメリカ勝っているんですよね。7.62 ミリの口径になってます。第二次世界大戦、朝鮮戦争、インドシナ戦争、ベトナム、カンボジアなんかで使ってた、武器になりますね。ただ現役で今使ってない M1、M2、M3、M4 なんかで、今 M4 使ってる方が多いのかなっていうなりますね。あと COD で WW2、第二次世界大戦が背景になっているゲームなので、それでも M1 カービンとして出てきている銃だと思います。で、これ間違った情報か分かりませんけど、日本にね、寄付されてるんですよ、戦後ね。まあ、なんで初めて日本の兵隊が持った、まあ、他の輸入の武器が M1 カービンじゃないかって言われている、情報も聞いたことがあります。定かじゃありませんけど、まあ、普通にゲームとして使うんであればこの銃を使った方がいいんですが、16発になってるのがおそらく15-30だったはずなんですよね。で、うまくバランスを組み替えて、多分威力が下がってると思うんですけど、本来はドイツの武器よりも威力は非常に高い武器になるはずです。まあ、うまくバランスになってるんでしょうね。はい、では次。はい、次が、ターナースマル、で合ってると思うんだけど、ちょっとね、この銃ちょっとよくわからない。はい、 BF1 の時にスマルで MK3 が出てるはずなんだけど、第二次世界大戦で MK3 出てないと思うんだよね。ちょっとね、すいません、情報がちょっと私の知識もなくてないんですけども、SMLE っていうのはショートマージン D エンフィールド、ショートマガジン D エンフィールド。なんで、リーエンフィールドとかと同じ、まあ、同類のものだと思ってください。おそらくイギリスで製造された武器になりますかね。そのぐらいしかないんだけど、これをアサルトに持ってきてるってことは、下から、突き上げるマガジンで10発入れれるんで、まあ、セミオートみたいに撃てるっていう銃で持ってきたんでしょう。構造っていうか、見た目的には、見た目とか構造を考えると MK3。ただ、MK3 は第一次世界大戦で使われてるんで、多分その後に、まあ、どっかがパクった銃とかのかもしんないよね。ターナーだから。ちょっとわからないけど、まあ、そういう武器になります。では、次。はい。で、次から、メディックですね。まあ、衛生兵とか看護兵とかっていう、ものになります。今回がサブマシンガン持てるみたいですね。まあ、基本的にね、まあ、このステンっていう銃なんですけども、ステンの時点でもイギリスの、エンフィールドシャノンを作った武器になりますね。で、第二次世界大戦中に、イギリスで開発された短機関銃、ステン短機関銃とかっていう呼び名があるんですけど、イギリスの、武器の名前で結構覚えやすくて、もうエンフィールド社とか、そういうもので名前がもうそのまま乗っかってたりするんです。ステンも MK1、MK3、MK4 とか5とか6まであるんですけど、まあ、そういう簡単に覚えられるような、銃になります。それをまあ総称して、ステンって書いてみたいですね。おそらくステン2か3のバージョンかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとはっきりとはちょっと分かりません。弾倉なんかも、合ってるんだね。32-56で合ってますね。まあ、こういう風な武器になります。で、射程がね、非常に、短い、46メーターぐらいしか届かないんで、基本的には、まあ、近距離戦みたいな感じで使う武器かなとは思います。まあ、特徴が、この横から突き出てるマガジンなんだけど、このマガジンを持ちながら、エイムをするというような銃になりますね。まあ、基本的に、まあ、イギリスは、まあ、ちょっとこういう部分ではちょっと違ってたという武器になります。では、次。はい、次もメディックの銃、スオミ KP31。スオミっていうのは、フィンランドの、っていう意味ですね。フィンランドが作った武器。で、KP っていうのが、フィンランド語で短機関銃を示すんですね。まあ、今で言うと、サブマシンガンみたいなの。なんで、フィンランドの短機関銃っていう武器になります。で、画像これ見てもらうとわかるんですけど、当時はね、こういうバナナ式のね、マガジンだったんですよ。そしてこれ、弾詰まりめちゃくちゃして、で、次の画像でこれ、ドラム式になったんですね。
で、ドラム式で装填数もいっぱい増えることになったんですけども、結局重くて、まああんまり実用性はなかったかなっていう感じ。で、まあ結構採用したあの国結構多かったんだけど、あんまりこう、なんだろう、発展途上国の国はあんまり自分の方で作ったんですよね、ステンとかね。そういう意味では、まあ、何とも言えないような武器ですね。まあ、フィンランドの武器1個入れとこうかみたいな感じで作ったような感じがします。ただ、1分間で750から900発を出す。なんで、ステンが1分間で500なんで、まあ、そう考えると、まあ、非常に、まあ、性能はいいのかな。多分、ブレも半端ないと思うんだけど、まあ、ブレが良かったら結構使える武器じゃないかなとは思いますね。まあ、ミニガンとかよりにはね、かなわないけど。まあ、そういう武器になりますね。はい。では、はい、次は、EMP って書いてるんですけど、これはエルマって呼びます。エルマの略はエルママシーネンピストルの略という風になりますね。で、ステンとね若干似てるんですよね。左にマガジンを刺すようなタイプになるんですけど、ステンと違ってるところはグリップがついてるところ。まあなんで非常に安定しやすい銃だと思っていただいていいです。ドイツ製造ですね。マガジンが10、20、32とあるんですが、今回は32の方。まあそういう意味ではサブマシンガンとしては使えるかなと。まあリロードも結構早そうなんでね、そういう意味では私はこれ使いたいなとは思いました。さあ次。はい、次は MP40。はい。まあ私、この武器もね、非常に好きで、あと COD とかね、BF でも必ずと言っていいほど出てくるような武器になりますね。当時使ってたのは MP38。それのグリップをある程度変えて MP40 としてドイツが作った武器ですね。で、さっき同様、エルマの、会社が作った、エルマ社が作った武器になります。現在でもトンプソンにね、並ぶ改良に改良を加えた名器になっておりますね。まあみんな知ってると思いますね。で、これのね、生い立ちがちょっと面白くて、ドイツが降伏した後、他の国にね、没収されたんですよ。それで各国に広まって、未だに現役になっているという名器ですね。映画とか漫画にも多数出演してくる、武器だと思います。では次。はい、では、次はサポートで援護兵になりますね。KE7。正式名称は SIG KE7。軽機関銃のはずですね。で、この武器ね、あんまりちょっとね、情報が少ないんですけど、まあ、スイスが作ってる武器なんですね。で、スイス自体の連邦軍の方はね、正式採用してないで、第二次世界大戦では使ってないんですよ。海外輸出とかしてるんですよ。で、多く使ってたところが中国。うん。中国が日中戦争、日本人相手にして、使っている武器だという情報もありますね。で、ショートリコイルって言って、まあ、リコイルが非常に少ないということで、まあ、ブレとか、撃った後の感触なんかがね、少ないと。まあ、そういう意味で、軽機関銃。で、フォアグリップがついてるんで、固定して基本的には使う銃ですね。はい。では次。はい、次はブレンガンですね。で、これマガジンがね、上についてる銃で、まあこの実物見てわかる通りに、結構ね、映画とか漫画とかで結構使われてる武器ですね。で、約ね、20年間ぐらいずっと使ってて、イギリスのエンフィールド社が作ったとこなんですけど、最終的にね、この弾をね、SR で使うような弾を入れて使ってた。どんだけ強力なんだって話なんですけどね。いろいろね、面白い情報がありまして、イギリス軍はね、これをもう分隊で必ず一人に持たせてたっていう、まあ、由来があって、まあ例えば 5人6人ぐらいの分隊いたら一人は必ずこういう武器を持ってると。まあ銃火器系だよね。そういう意味では使用頻度は結構多かったと。あと朝鮮戦争、フォークランド紛争、湾岸戦争などにも使われてたと。あと、もともとチェコスロバキアの武器を改良したっていう話もあるみたいですね。あと、ジャム、弾詰まりをする、防ぐために、一発二発抜いて装填してたとか、そういう話もあるみたいです。ぜひ使ってみたいですね。では次。はい。で、次は FG42。で、これね、ドイツが作った銃なんですけど、ラインメタルっていう会社が作った、とこですね。ワルサーとかじゃなくてね、有名なところじゃなくて。まあ、ラインメタルも結構有名なんだけど、ラインメタル FG42、自動小銃っていう武器になりますね。で、基本的にはね、めちゃくちゃ強いっす。
あの実戦はねめちゃくちゃ強い。550m まで届くし、レートも速いし、で、まあ、今回機関銃全部単発に変えれるけど、まあ、単発に変えて撃って、まあ、スナイパーライフルみたいに使ってもよし、ただあまりにも強すぎるんで多分バランスはあれかなと思ってます。で、20発しか入んないんで多分リロードが重いのかな。うん、多分本来は軽いんですけど、多分そういうのでバランスをつけてると思ってます。でサイトなんかつけると非常に使いやすいかなと思ってね、2倍とか4倍とかつけてもいいかなと思ってます。で非常に軽いんですけど、多分、機関銃系は多分全部一緒の、立ち回りになると思うんで、小回りはそんなに関係ないとは思います。ただ非常に使いやすい武器ですね。まあ弾が20発って少ないところがちょっと肝になってくるかな。はい、では次。はい、で次はですね、ショットガンになるんだけど、今回サポートの援護兵が持つようになったんですよね。 BF1 だとちょっと違かったんだけどね。まあそういう意味では援護兵もこういう風に使い勝手が良くなってきたということですね。でドイツが作った武器で、これちょっと特殊なんだけど、M30 ドリリングって言うんですね。でドリリングっていうのはドイツ語で3を意味するんですよ。でもともとこの銃はショットガンでこう2発しか撃てないような散弾を撃つね、銃になるんですけど、まあ、ライフルを、散弾プラスライフルを兼ね揃えた武器が本来は M30 のドリリングっていう武器だったはずです。で今はねスイスのさっき出てきた SIG 会社と合併して、まだ未だに作られている銃らしいよね。まあ漫画とか映画でも結構出てくるよね。リロードがかっこよくてね、今回も多分そんな感じのリロードになると思いますね。で第二次世界大戦中はあんまり、実用性がなかったと。で食料を取るために動物なんかを撃つときに使った、鳥を撃つときには散弾を使って、なんか遠くのなんか獲物を取るときにはライフルで使ってたみたいな話もあるみたいですけど、定かじゃないですね。まあショットガン一つしか今のところないので、まあ使い勝手的にはいろいろ出てくるんですけど、まあ一番は射程距離だよね。射程距離が長ければ長いほど使い勝手は良くなるんですけど、まあちょっと実際使ってみてはいかがですかということですね。では次。はい、では私の大好きなスナイパーライフル、次リーコンですね、いきましょう。リーエンフィールド MK1、まあ、ナンバー4って書いてるけど、まあ、MK1 って、思ってください。イギリスの会社ですね。でさっきアサルトライフルでできた、スマルの会社と一緒だと思ってください。イギリスで開発されたねボルトアクションライフルで、すんぐん60年ぐらいずっと使い続けた、武器になります。MKっていうのはね、マーク1とかはマーク2とかっていう意味なんだけど、まあこれはマーク1、MK1 になりますね。ただ性能は非常にいいです。ただ難点は、重心が短いこと。スナイパーライフルは重心がね、長ければ長いほど命中率は高くなるんですよ。で、短いんで、騎兵なんかが使ってたらしいんですけども、まあ基本的にはまあ使い勝手のいい、まあ威力がほどほどにあるスナイパーライフルだと思った方がいいですね。で、命中率はね、多分ね、当たってんのに当たんないみたいな感じで、私ちょっと2、3戦やったんだけどそういう状況になりましたんで、初期武器に出てくる武器にしてはまあありかなとは思ってます。あと10発入りのねダブルマガジンがついてまして、普通基本5発なんですけど、これはダブルマガジンって言って、あと画像出しますんで、こういう風にマガジンが10発入る、いい SR になってますね。まあそういう意味ではまあ使ってみてはというところですね。では次。はい、次は、ZH29 という武器ですね。まあ、個人的にはね、これね、あんまいらないんじゃないかなと思ってます。なんとも言えないんですけど。チェコスロバキアが作った武器ですね。で、特徴はね、全体的に細めなところ。で、その分、まあ、威力も低くて、命中率も、その分重心がね、ブレるんで、命中率は低いという武器になってますね。で、基本的にね、第二次世界大戦であんまり使ってはないんですが、その後、中国に、またさっきの武器と同様でね、輸出されて日中戦争で使われた武器で、日本がその後、この武器をモチーフにして38式っていうね、銃を作ったというのが有名な話ですね。まあ、何とも言えないところですね。はい、では次。はい、次が、KR98K で、まあこれはね、まあいろんなゲームで PUBG とかね、そういうものでもね、いっぱい出てくるんで、まあ、特に説明必要ないかなと思ってるんですが、ドイツの武器です。で、カーカーっていう人多いでしょう。もう、今日一切ね、言わないでほしい。
カーって言うんだったらクルツって言ってほしい。はい。で、カーって言っちゃいけないと、まあ私は何とも言えないけどね、思います。正式名称はカラビーナ・アウントウンツ・ノインツヒ・クルツ。はい。ちょっと難しいドイツ語なんですけど、まあ最終的にクルツってか、つくんですけど、クルツっていうのは短いって意味なんですね。で、基本的に、この KR の武器だと、結構、威力が高くて、命中率がいいっていう風になるんですけど、基本的にはね、騎兵なんかが持ってた武器ですね。ただ、この当時にしては、やっぱり命中率だったり、威力っていうのは高いっていうのは立証されてますね。まあ、普通に考えて、この3つのスナイパーライフルあるんだったら、もう KR 使った方がいいかなと思います。まあ、本当に今日からカーって呼ぶのやめてあげてください。私の大好きな武器なんで。はい。では次。はい。まもなく終盤になってきました。次はハンドガンですね。ハンドガンは2丁ありますね。これはね、ワルサー社が作ってるドイツの武器ですね。ルガーっていう武器してると思うんですけど、それの後続品になりますね。有効射程が50メーターぐらいの武器なんだけど、まあ、ワルサーってよく言われてるんですけど、それ会社名言ってるだけですからね。本来は P1038。うん。なんで P38 じゃなくてね、P.38 が普通だと思うんですけど、まあそこはいいでしょう。P38 ピストールっていう感じですね。はい。では次。はい。では最後になりました。ハンドガンルビーですね。で、これスペインの武器なんだね。ごめん、俺初めて見て、全然知識ないんですけど、まあこの、特徴的なこのホルスターがついてるんだね。うん。まあ、ぶら下げて使うような武器だったのかなと。まあ、ぶら下げてっていうかね、うまく、この当時にしてはそういう武器だったのかと思います。特に何も言うことないです。はい。ということで、よく見たら20分超えたんだね。ごめんなさい。最後まで見てる人いないよね、これね。はい。申し訳なく思っております。ただね、BF5 が、ベータ版来て、11月までね、ちょっと待ち遠しかったので、ベータ版の中のね、武器で、正式な部分があるかどうかはちょっとわかりませんけど、まあそういうのを踏まえて、ちょっと動画を作った次第でございます。よろしかったらですね、最後にチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今後生放送を含めまして、動画を作ってですね、アップしていきますんで、その際にはぜひご覧ください。では最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。モアイケンです。どうもありがとうございました。